隊の殿方全部恋の深みを沈めてあげる。西を平らげたと思えば、こたびは東か。天界下界の殿方全部恋の深みを沈めてあげる。西を平らげたと思えば、こたびは東か。天界下界の殿方全部恋の深みを沈めてあげる。天界下界の殿方全部恋の深みを沈めてあげる。こたびは東か。ステータスこちらとなっております。反射のバランス型、アビリティがマインスイーパー M、 アンチワープ、水属性キラー、友情コンボがメインでスピードアップ、サブで超絶爆発、ストライクショットが鮮魚の力で味方を動かし敵へ打ち込む。1段階目16ターン、2段階目が24ターンとなっております。こちらアビリティにマインスイーパー M、 そして水属性キラー持ってるということで、まあ水に対してのキラーもいいですし、あとは地雷あるところだと殴りがすごいお強いので、いやすごいな、かなりいいですね。はい、はい、そして友情コンボにはもうね、見てわかるようにスピードアップと超絶爆発なんですけど、はい、もうこの2つ持っちゃったらもうって感じですよ ね、 ね、もう誘発でね、味方の強力な友情コンボとかも誘発できますし、うんうんうん、まあ、自身のね、あの火力も高いですし、でスピードアップでね、味方のスピードもアップさせつつ、はい、で完成とかでいったらね、もう見ての通りもうずっと動き回ってるのですごかったよね。キラーも持ってるので、うんうんうん、殴りでも十分削れますし、はい、まあ、この友情スピードアップなんで、うんうんうん、まあね、攻撃力強い、まあ、キャラとか連れていくと、それが ね、 ね、より殴れるようにサポートしてくれたりとか、まあ、超絶爆発もあの威力もねいいですし、うんうんうん、はい、かなりサポートしてくれる友情となっております。はいはい、そしてストライクショット、こちらも1段階目も2段階目も見ていただいた通り、うんうん、とんでもない動き方してましたよ。もうずっと動いてますね。そうなんですよ、もう山竹ゼロをさよならしてきました。すごいですよ ね、 ね、で、まあ、その大号令ということで、はいはいはい、16ターンで1段階に打てちゃうっていうのも、いやそうなんですよね、とりあえず打っとけばなんとかなることが多いので、はいはいはい、このストライクショットはかなりやっぱり使いやすいですね。うん、他にもおすすめステージはこちらになります。以上、戦士でした。はい、お楽しみに、バイバーイ。